世田谷区の玉川せさらぎホールで11月23日世田谷ミュージックフェス in 玉川が開催されました。区民に身近な場所で音楽を楽しんでもらうこと、またコロナ禍で発表の機会が減ったアーティストの応援を目的に世田谷区が主催したコンサートです。抽選で選ばれた8つのグループがステージやロビーでさまざまなパフォーマンスを披露しました。本当お客さんの前で演奏するのが3年ぶりだったのですごく楽しかったです。ごめんな素顔じゃなくて夢の中ならいいね。たくさんの方に聞いていただけたのがものすごく嬉しくて、今日はとても楽しい一日でした。ありがとうございました。とっても楽しかったです。ありがとうございました。ロックバンドやお手玉ダンス、フラダンスなど熱のこもったステージに会場は大いに沸いていました。なんかいろんなジャンルの出演者の方たちが見れて、皆さんすごい生き生きしてて楽しめました。皆さんの日頃の練習の成果を、見ることで力をたくさんもらいました。明日からも頑張りたいと思います。